はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日はしおりさんと新しいバイオリン教本1の46番ミツバチからね、やってみたいと思います。まあ、大体10分いかないぐらいの動画にできればなと思います。はい、まあ、そうしたら、今日初めての動画なんで、はい、やってみます。そうですね一応調弦はねしましたよね。しました。はい、じゃあちょっと弾いてみてください。いいです。もうちょっとこっち向いて弾いてください。それでいいです。あれ？ちょっとギターがちゃんと取れない。チューナーを買いましたね。はい。やっと。しましょうね。ここから行ってみますか。はい、だよね。うん、2個ずつ。悔しそうな。悔しいです。そんなに弾けなかったことない。まあ確かにそういう風にも聞こえるけど、でもその前回にやってきたものと比べてやっぱスラーが入ってきてるんで、頭ごっちゃになる。だから考えることが一個多い。でその考えることが一個多いと同時に、今までは割と行って帰ってきてだけだったから、そのボーイングがアップなのかダウンなのかって正直気にしてなかったはず。行ったら帰ればいいから、だからそれを今意識してるなって思ったのがこの給付で、給付の前でダウンで終わって、給付が終わってまたダウンで始まるって時に、あーってこうやろうとしてるっていうのは、それはやっぱり気にしてるから。そう、気にはなるだけど、弾いてる途中でやっぱりまだわけわかんなくなる、ところがあるかな。でそっちに気を取られると今度は音程がしっかり取れなくって、そうですね、悪循環になっちゃう。まあ、自分でお家で練習するときはできるだけね、分けてやるといいと思う。つまり今は何を練習する。だから音程を練習するときは、例えば全部切ってやる。ボーイング気にしないで。そうで、ボーイングのことは本当にもう、意識の外に出すぐらいで、左手だけとかっていうふうにこう分けてやると、こうパニックにならずに済むかな。それってどっちを先にできるようにした方がいいとかある？音程が先の方がいいのか、ボーイングをもう何も考えなくってもこの曲はこのボーイングって分かるっていうか、自分の体に覚えさせてから音程をやった方がいいのか。そうですね、人による、そう、まあ人によるんだけど、今かっちりパッと言えないのは、多分、日本中のバイオリンの先生100人にアンケート取りましたでもしやったら多分音程が先っていう先生の方が多いと。ああ、そうなのね。それは、こうやっぱ音が合ってない状態でやると、なんか耳が歪んできちゃうんですね、なんか感覚が。それはっていうのはあるけど、一旦その右手だけが自動運転できるようになってからやるっていうのも別に悪いとは思わないので、まあただ従っときますっていう気はする。なんか別にどっちがいいって僕が思ってるわけじゃないけど、まあよくは、よく多分やるのはそっち、音程先。まあ一旦音程やって、行ったり来たりするといいと思います。こっちやって
ってからこっちっていうよりは、うんうん、一旦こっちやってまたこっち移動してまた戻ってきて音程やってっていうふうにやると、うんうん、ちょっとずつこうどっちもが上がってってくれるかなという気はしてて、うん、でなんかそれと関連づけるわけじゃないけど多分今しおりさんが、うん、あーって思ってるの一番まず、うん、ここをこう修正するとちょっと楽かなっていうのはやっぱ左手かなって思う、うんうんうん、で左手のどこかっていうと、うん、3の指のソの音、うん、と2のファの音、うんうん、これを一回ちょっとこの曲関係なしにね取ってみてほしい、うん、はい、だからファのシャープと、うん、ファーソーって取る、そう、うん、ファとソの音をそれぞれ取ってほしい、はい、うん、その時にもう分かってると思うけど、うん、一応動画のために言っとくと、うん、ファのシャープとソのナチュラルっていうのは半音しか差がないから指はくっつけましょうっていうことですよね、うんうん、だからここはくっついて、うん、ラの指はラの4の指は一度、うん、あ、違う2度、うん、2度離れてるから離す、うん、でミの音も離す、だから基本的にこういう形でこれ難しいよね撮ってる、まあ、見やすいようにこうやってやりましたけど、これを意識すると少し修正が効くようになる、だから2と3の指がどこだっけってなっちゃうと難しいから、ここはくっつけるって思って、うん、それでちょっとここ、ね、2小節だけでも全然いいのでちょっと1回撮ってみましょう、ソとファはやっぱり高くなっちゃってるんですね、音がソがソなの、うん、ソちょっと高い、うんうんうん、それは4と3の指が難しいわけですよ、うん、離すのがね、うん、でこれ難しいから親指の位置をね、うん、あ、そう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 ってなってくる、もう一回ちょっとやってみましょうか、もうちょっとこっち向いて、うん、この方がね僕は見やすいです、あ、今良かったですね、うん、ほら今離れてるの分かります、2と3がミーファーソミ、うん、それをくっつけましょう、ミー、そうです、そう、うん、音が違ってたね、そうだからそこは多分その気づいてなかったんだろうと思うから、うん、それを気づくだけでミーファーソーがちゃんとくるよ、うんうん、ちょっと意識してやる、うん、今なんか取れてたんですけど、もう一回やってみますか。ラソファ。ギリギリ取れてますね。ギリギリ。ギリギリ、でもこれ意識して離さないと多分取れないのな。うん、私が多分。やっぱ親指をこう離してると出してる、うん、状態だと。これそのまま行くとやっぱりシャープになっちゃうから、指の構造的にやっぱりなっちゃう。うん、だから。こうグッてこっちに、うん、どっちかっていうとこう指をこう引く、なんか横にこうずらすんじゃなくて、うん、こっちに、わかります、こう、うんうん、わかる、こっちにこうずらすんじゃなくて、うん、こう引く、引く、これが基本的に辛いはず、うん、しんどいだからこうすると、うん、こうしなくても、うん、あ、そっか、しやすいんですよ、うん、だからこことここを変えるだけで、うん、ここは何も変わってない、うん、だったのがこう押さえた時にここで支えてられるので、うんうん、ラーを取る時4の指ので押さえるときは親指がどの位置が楽って言ってたっけ、これはどっちかと言われればやっぱりこっちの方が楽だと思いますよ、あの3とか4の指に行くときはこうやって押さえた方が楽に
支えられる。磨くネックのこのこっち側に、うん、こうなっちゃうとこう、こうしなきゃいけないから辛い、うんうん、届くんだけど、ね、こっちの方が楽かな、うんはい、ちょっとやってみますか、はい。まず当たってなきゃいけないのはここですよ。この人差し指につけない。ここは親指を出してようが引っ込めてようが位置は変わらないです。ここは。うん。うん、ここそうそうそうでしょう、うん。うん。それはいいじゃないですか。うん、OK。そうそうそう、それで。うん、まあ音は綺麗に取れてますね。でも弾きやすかったです、今。うん、ちょっとまだ微妙ですね。うん、親指を今、うんうんここまではしたんだけど、これだとまだこう抜けちゃうんですよ。うん、これを今ね、抜けちゃうのをこうしてるから、うんうんうん、こうした時に親指で、もっと、うん、ああ、こう押さえるんじゃなくて、うん、こういう感じ。しっくりきた。こうじゃなくて、ちょっとね、こうするぐらいの。つもりでやるといいと、うん、やりすぎないで、うん、ここは手首はあんまりこうしない方がいいですよ、はいうん、ああそう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 いい感じになってきた、うんうん、うん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 、いいですね、うんうん、音も変わった？だいぶそのこれは両方いいんですよ、うん、両方あの親指を出した音もいいし、うん、出さないとまたちょっと違う音が出て、うんうん、これ面白いところでとりあえずは今は取りやすい方で、うんうん、はい、一旦これでじゃあ、はい、終わりましょうまた次回の動画でお会いしたいと思います、参考になれば幸いです。チャンネル登録高評価ボタンよかったらお願いします。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。